これもう具体的に処刑されたらじゃあ 何しなきゃいけないとかあるの俺。うん、何しようか。やっぱあれかな、モノマネとかかな。モノマネ、モノマネか。うん、いいんすか、結構レパートリーあるんですよ。マジマジか、これはない人の言い方。じゃあどうしましょう。モノマネ、スリゼルさん、モノマネでいいの。でもモノマネいつもやってるから俺的にはそんなにハードル高くないぞ。あ、そう。じゃあドライフラワーにしましょう。歌ってみた。ドライフラワー歌ってみた。まだ話が変わってくる。俺絶対最後いかへん。それだったら。もう頼めるよ、知り合いの人に音源作ってもらう。あ、そういうのとかあるの。あ、じゃあお願いしよう。三田田さんと。いいですか、決まりと。決まりということで。いや、急すぎん、さすがに。あらら。じゃあさ、4人で歌ってみた、トルティなど。4人で歌ってみた。全滅でもしたいんだ。今全滅したのかな。違うよ、やってみたいんじゃん。あ、もう好奇心ね、ただ。そうそう、ただのコラボやん、それ。企画や、ただ。楽しそうじゃん。何歌うの？いいよ。歌う？4人で何歌おうか。いい、ね、全然企画してくれたら。うん。何で歌う？ミゼルさんが全然歌いますよ。でも。ののちゃんやってくれる。ミゼルくんは？ん？これいいっすよ。え？ウメウメは？まあいいけど。いいけど。あ、まあまあ、じゃあ、今これマジで企画持ってくるからね、三田田さん、ほんとに危ないわマジで。行動力すごいから、ほんとに持ってくる。三田田さんすごい。うん、何がいいかな、男性曲とかのが良さそうだな。ほんとに持ってこようとしてるから。いや、なんかほんとに持ってくるんだって、絶対。しっかり悩んでる。キャラじゃないな、俺。歌ってみたわ。いや、俺も。3人とも歌ってみたまだ出したことがない動画で。出したことないでしょ。ないよ。いや、出したことないけど。キャラじゃないもんだって。え、楽しそう。楽しそう。まさか、満を持して出す一作目がそれとはね。うん。本当にやるつもりなの？え？本当にやるつもりなの？うん。いないです。最近は至って真面目です。だって本気みたいです。やりますって言ったじゃん。はい、やります。あ、まあ嫌か嫌じゃないかで言ったら、うん、まあ、ちょっと嫌だけど。まあでも本音を言えば、うん、まあでも別に全て用意してくれるのであれば、うん、任せやれ。全て用意することに何のためらいもないわ。すごいわ。あまりだから行動力。うん。